ダイヤのエース、どっちがぴったり？バッテリー相性ゲーム。今から出す問題にキャッチャー役の桜井さんがどんな答えを出すか、ピッチャー役の大坂さん、島崎さんの2人に当ててもらいます。さあ、どっちのバッテリーが相性がいいのでしょうか。ダイヤのエース、この作品を一言で言うと。一言で言うと、桜井さんが考えてることをお二人は考えてくださいね。そうですよ、今ちょっとエッチなこと考えてます。はい、ではお二人から一斉にお願いします。どうぞ。はい、お青春。お青春。なるほど、うん、では桜井さんお願いします。熱。ああ、青春のエネルギーを、熱気を、ね、まあ青春みたいなことですよね、これもね。残念ながらどちらも不正解。その後も桜井さんの答えになかなか合わせられない2人。そしてついに最終問題。桜井さんといえば今日ヒントがあったからね。え、分かったなとか。俺はね、ちょっとでっかい独り言になってるけど、やっぱり伝わったかな、俺の熱い思い。じゃあお二人からお願いします。せーの。お、これはなぜ。いや、桜井さんといえば声優です。俺はこっちだと思った、はい、天才。天才。では桜井さんお願いします。天才。やった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 、おめでとうございます。そっちか。お前のストライク、あ、ストレートだ。お前のストレート確かに俺受け取ったぜ。ありがとうございます先輩。お前の剛速球、ありがとうございます。